よし、すげえいいとこ見つけたわ。ほんまにツーリングとかどうでもよくなるいいとこでしたね。いやー、いいですね。湯気気に入りましたわ。ああ最高。景色もいいし本当に最高だわ。まあ時期が良かったね。桜が咲いてるっていうのはでかいですね、やっぱり。うん、さあどうしようかな。どこかわかんないし、ここ適当に走るか。あいっちゃー、今のとこ気になるね。あ、ここはさっきんとこか。これあれじゃん、カレー屋のとこやん。ここ行ってみようか。ううういやー最高いいよね、もうこういう街並み大好きだわ、ほんま。すいません桜が綺麗ですね。いわき島はやっぱ綺麗ですか今？ここはね、桜がすごいんですよ。はあ、だけ桜の季節になったらもう人が、なんか船も結構いっぱいでしたわ。あれって中腹まで行けるんですか、乗り物で？行けるんじゃないかな、僕は行ったことない。あ、そうなんですかそんなもんですよでも繋がったじゃないですか今度で。まあそのうちすいません勝手前止めてはい、ありがとうございます。どっち行こうかな、こっち行ってみようか。高専の桜がすげえな、めちゃめちゃ咲いてるわ。そう、ここだここだ、ここで泳いだんだわ。うん、今見ると綺麗ですね。お、どうなってんだこれ、どうなってんだ、左か左っぽい。痛い。おお、なんだこの木。いやー、めっちゃ綺麗だなこれ、最高だわ。うわすげえ、桜のトンネルだ。こっち違うの、行き止まりじゃんどっちも。あれは何、日本で。あ、ここにもある。え、ポンプ。いやー桜が綺麗。あー春って感じ。わ、めっちゃ綺麗だなほんとここ。はっもう中いっぱいだわ、もうほんと今日桜。あ、ここは来たな。よし、一周終了。いやー、よかった、湯気島いいですね。ちょっとなかなかこれ気に入りましたね。こっちか。さあ湯気島ともおさらばでございます。次がここは降りてないよね。ちょっと降りてみようか。そこら辺から降りれるのかな。ちょっとこっち行ってからそっち行こうかね。はい、なんもない中か、ただの堤防ですかね。ああ、車を下ろす、船を下ろすとこか。道もいいな。いや、全部いいわ。本当。いや、いいっすよ。本当、夢島街道いいです。ああ、これはなかなかね、満足度高いんじゃないですか。うん、豊島街道とやっぱ春ぐらいいいですね。これはちょっと結構あんまりね、さらっとしかディグってないですけど。なんか魅力たっぷりっていう感じですね。まあちょっとね、春のね、桜ブーストっていうのがありはするんですけど、それでもね、
これはいいですよ。ああここか。さあじゃあ隣の粋な島の方に渡ろうと思います。粋な島に渡ろう。さあじゃあ粋なの外周道路また走ってみましょうかね。明日かな。おお綺麗。おー景色がやべえ。はあいいなあ、たまんないわ。いやーこの道もいいなあ。ていうか夢島街道のね外周道路はどれもいいですね。綺麗。いわき島戻ろう。ちょっと時間がなくなってきた。イクナをねちょっと回ろうかと思ったんですけどちょっと時間なさそうですね。まあここがね橋かかってなかったんでね、いわきの人じゃないわ、こう湯気とか粋なの人たちがねいわき行くのには船乗らないといけなかったのがこうしてねすぐこう乗り物で行けるっていうのは本当に利便性すごいですよね。でこの坂本当すごいよな橋の坂とは思えないぐらいこう高低差っていうか傾斜がありますね。おお一気に下る。ちょっと時間もなくなってきたんで一気にね、桜を見に行ってね帰りたいと思います。バイクは素通りでしたねあめっちゃ綺麗。はい。うわすごい。ありがとうございます。いやーすごいな。この辺はなんか特に多いですね桜。うわーすげー。ほーほーパクパクパクさあ聞いた方が良かったかもねうわー桜トンネルだよ。ほーすごい綺麗。はい、いやこれはすごいわ。わあ見事だね。頂上まで3キロ。いやー綺麗。ふう最高。いやすげえな。マジでこれ桜だらけだねここ。これはすごいよ。3000本桜とは言ったもんだね本当に。その名に偽りなしだなこれは。はーい、さあさあす先行っていいのはやったぜ。バイクいいやんバイク最高じゃん待たなくていいの。あれ待ってんでしょ絶対。あーすごいわこれは。あーマジですごいな。本当に綺麗だな。あーすごい。こんな桜咲いてるのは見たことないかもしれないですね。一箇所で一つの山でね。レベチレベチですよこれは。さ到着。うんすごい景色。They say
超楽しかった今日。本当に疲れたけどね、疲れたけど超楽しかったわ。いやもう本当これですね、しまなみ海道っていうか海道とつくところはもうほんまグロム天国ですね。うん、いや本当に楽しいわ。まあね、こういうね、こう離島とか走るのがね、狭々しいところをね走るのが好きな人、海が好きな人、山よりもね海が好きな人とかはね、ぜひねちょっとしまなみ海道合わせて飛島夢島ね、ぜひ来ていただいてね、今度ねいわきの橋ができたことによってよりねこう夢島海道を楽しめるように本当になったと思うんでね、ぜひね見に持ってきてね、フォーミに持ってきて、ツーストミニでもいいですよ。ホームに持ってきてですね、ちょっと瀬戸内のね離島をね楽しんでもらえたらな、最高だなと思いますね。いやもう超楽しかったもん。来島海峡大橋、ゴールデンタイムの来島海峡大橋はどんなもんでしょうね。さあその姿を見せろ、今このカーブを曲がればすぐ見えるはずだ。おっと左出しを出してコーナーリング、おっと空の色が綺麗、やばいこれは、あー綺麗でもないか、ちょっと遅かったか、だいぶ暗くなってしまった。